初めての外国訪問としてベトナムとインドネシアを訪れた菅総理。両首脳とは中国による南シナ海への進出に対する懸念を共有し、自由で開かれたインド太平洋地域の実現に向け緊密に連携していくことで一致しています。ベトナムでは英雄烈士慰霊碑及びホーチミン廟を訪れ、それぞれの場所で献花を行っているのですが、ホーチミン廟で献花を行った際に撮影された1枚の写真が現在現地のネット上で非常に大きな話題になっています。その写真には献花した花に向けて深々と頭を下げる菅総理の姿が。ホーチミン市はベトナム革命を主導した建国の父であるため、菅総理の敬意にあふれた振る舞いに多くの方が感動を覚えたようです。総理を称賛する声やベトナム独立戦以来の友情を指摘する声などさまざまな反応が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。日本の首相は僕らの英雄に敬意を払ってくれたんだね、こんなにもうやうやしさが伝わってくるジェスチャーも珍しい。昔日本にいた頃、日本人に言われて誇らしかった言葉があるんだ。ここに紹介しておく。ベトナムは本当にすごいと思う。だってあんなに小さな国なのに戦争でアメリカに勝ったんだもん。日本にはそれができなかったからね。ベトナムと日本では戦争の目的が違ったしな。日本は資源を求めるために戦場を分散していた。アメリカとの戦争一本に絞ってなかったんだ。当時の日本はそれが可能なくらいに強大だった。だけどそのうち包囲網を作られて疲弊したんだ。フーム、君はゲリラ戦を誇るのかい？粛々と敬意を示す。なんて美しい行動なんだろうか。ベトナムにも彼に敬意を示さない人間は多いというのに、ベトナム人も日本人から礼儀を学ぼう。首相一行はベトナムの英雄にも国旗にも敬意を払っていた。オバマさんがベトナムに来た時、セレモニー会場にベトナムの国旗が掲揚されてたんだけど、一個だにしなかったことを思い出したよ。気前では敬意の表し方が違うっていうのもあるでしょ。日本人は普通挨拶の時にお辞儀をするんだよ。だからこれはそこまで騒ぐようなことじゃない。菅首相がベトナムを愛してくれていることには本当に感謝してるけどね。確かに日本人は挨拶の時にお辞儀をする。だけど今回は深々と頭を下げて敬意を示してるんだ。角度が普通の挨拶のお辞儀とは違うよ。日本の文化をちゃんと理解してる？ただの挨拶で頭を深く下げることはないよ。インターン先に日本を選んだ私は間違ってなかった。心のこもった敬意の示し方をありがとうございます。本当に素敵な写真ですね。日本は世界で最もベトナムに投資してくれている国でもある。日本軍の兵士たちがフランス軍と戦うためにベトナムに残ってくれたことを俺たちは忘れない。日本の首相は器の大きさが違うな。外国人の方がホーチミン市を尊重してくれる。国内にはなぜか彼の名声を否定する人がいるから、本当にベトナム人なのかって思っちゃうよ。外国の首相による献花なのにもかかわらず、その振る舞いはこの国の人間より真摯で美しい。これは政治的な演出だと思うけどな。オバマさんがベトナム人を喜ばせるためにプンチャーを食べたのと同じように、ベトナムにもホーチミン廟に行ったことがない人は多い。なんて立派な首相なんだろうか。一部のベトナム人は日本の首相を見習ってほしい。日本は皇帝がいる公国だけど共産主義者の廟に行っても問題はないようだ。
前天皇皇后両陛下もホーチミン廟を訪れてくれた。日本人はホーチミンの功績を客観的に判断できるんだろうな。ベトナム人にとっては国を解放した英雄なわけで、文明国家の国民、特に先進的なリーダーはホーチミンから学ぶべき点があると考える。意見や主義が違っても良い面に目を向けるんだ。そういう姿勢は賢い人の特徴でもある。私は今日本にいるけどベトナム人であることが誇らしい。日本人はホーおじさんにすごく敬意を抱いてくれてるから。日本人は連合国軍に降伏したから、そういう部分でベトナムに敬意があるのかも。話はそれるけど、ベトナムで捕虜になってた日本人はフランスと戦うためにベトミンに参加してくれたよね。仏からの独立を求め第一次インドシナ戦争を戦った独立運動組織、ヒーズル国の首相、私たちはあなたを愛しています。日本は制限のある憲法を改正してくれないかね。そしたら中国は戦慄するだろうな。今の日本の軍隊は防衛軍に過ぎないのに、それでも世界トップクラスの戦力なんだから。いや、本当に素晴らしい写真だねこれは。ホーおじさんは本当に偉大な人だったんだな。ホーおじさんはベトナム人の誇りでありプライドだ。まさか日本の首相がホーおじさんに喧嘩をして丁重にお辞儀をしてくれるなんて本当に嬉しい。この写真を多くのベトナム人に見てほしいよ。菅首相はベトナム語でベトナムを愛してますと口にするだけはなくて、ホーチミン廟まで訪問してくれた。45度の敬礼は日本ではフォーマルな敬意の示し方なの。私たちの英雄と戦士たちに対して最大級の敬意を示してくれたんだよ。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。この動画がお気に召していただけたならチャンネル登録、いいね、ご意見ご感想などいただけると動画作成の励みになります。次の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバイ。